皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。昨日僕の小説キオス会議が原稿社から発売になったんですけど、ぜひ書店で手に取って見てほしいんですけども、デザインはやっぱり和田さんですか？今回はちょっと和田さんではなく、ホセ・フランキーさんっていう方、リリー・フランキーさんのお弟子さんなんだって。へー、すごい素敵なんですよ。あのね、日本画みたいな感じの、日本画の細密画みたいな感じで、パッと見すごく真面目な本に見えるんですけども、どっかのこう和室で武将が4人こう膝つき合わせて会議やってる絵の俯瞰の絵なんだけど、よくよく見ると携帯使って電話してたりとか、なんかそういうね、パッと見真面目、よく見るとちょっとお茶目みたいな。三谷さんはよく、なんでそのホセさんにしよう、お願いしようって思ったの？それはまあ、編集者の方が推薦してくださったんですけど、この人どうですかっつって、でもホセさんのその作品とかホームページとかでも見るとですね、すごいいいですよ。へえ、こんな絵を描く人がいるんだみたいな。このラジオじゃ聞きながらネットをしてる人も、ぜひぜひ見てください、いるかもしれません。映画にね、はい、そう私がだから弱々しい、多分いそうな江戸時代の日本人男を設定してやってみてもいいって話したんでね、そんなかっこいいじゃん、実際のね、佐藤浩市みたいなのがダッと出てくるんじゃなくて、もう少し弱々しい、こんなもんかなっていう。ちょっとやってみたいのは、でもそれに抜擢されたら嫌だな。やります？やりませんよ。でも時代劇のカツラってあるじゃないですか、あれってどうしてもなんていうか、もう様式美みたいなとこがあって、こう羽二重っていうかつけて、頭ちょっとさ 青くしたりとかっていう、そうだね、あるね、あれすごい嘘っぽいじゃないですか。嘘っぽい。あれはだからもう今回やめようと思って、時代劇カツラじゃなくて特殊メイクで。それは映画じゃなくてドラマね。映画なの。へえ。だからもうそういうシステムを全部やめて、特殊メイクの、プロの方にお願いして、一人一人作ってもらおうと思って。だからすごいリアルな頭になる。うわー、すっごい面白いんじゃないですか。あのカツラみたいに、ここのおでこのところにこう線とかが絶対入らない。あ、そうね、あれでこっちも遠慮してさ、あの線はない、なかったことに見ないようにして見てますけどね。なんかね、で実際は多分自分で剃ってたわけだから、頭もやってもらいなさい、役者さんに。きっとやらせる、本当に曲げを言わせる、やるかな、だろうな、他の仕事できなくなりますからね。そうですね、そっかそっか、それがあるか。だから絶対本当はもっとチクチクしてたと思うんですよ、おでことか頭のてっぺんとかね。そうね、あとさ、そんなに頭の形がいいわけないって感じだよね。そういう人もいるしね、きっと。あとソロのだって下手な人もいるわけだから、ちょっと血まめでできたりしてたわけですよ。今みたいにね、2倍歯とかあるわけないんだからね。そうですよね、小刀で多分やってたんですよ。そうだよ、悪そうだよ。シェービングクリームもないしね、本当に。そういうリアルなものはちょっと興味あるんです、やってみたい。シェービングクリームないのって怖いね、本当に。いてって感じですよ。なんで表現するのか全然意味わかんないですけどね。でもあれなんですって、時代劇をね、見るとやっぱりこうおでこのところこう剃るじゃないですか、境を剃るじゃないですか、で昔の時代劇スターさんってやっぱりそのあんまり頭が坊主頭に近い形だとかっこ悪いから、どうしてもそのなんていうの、こう頭の左右っていうか耳の上のあたりの毛っていうのは、なるべく多くした方がやっぱりかっこよく見えるんですって。だから昔の時代劇の俳優さんたちはのカツラっていうのは結構多いんですよ、毛が。へー。でも実際の例えば江戸時代の幕末の頃の写真見ると、結構毛がないんですよ、もうすごいハゲ頭に近い感じで、ちょこっとだけ耳の周りにあるぐらいな、で曲げもあんまり大きくなくて後ろにちょこっと乗ってるみたいな感じ なんだって、なんですよね。でそれをリアルに再現したのが黒澤明さんなんだって。あ、そうなんだ。だから黒沢さんの映画見るとすごいみんなすごいおでこなんですよね。ああ、そう。それもだからいいなと思って。チーの侍もそうだったっけ。そうです。そうだ。サンバラっていうかね。椿三十郎とかの中田達也さんとか。なるほどな。だそういうなんかリアルなのはいいなと思って。そうですね。見たい見たい。でも今までなんでそういえばさ、最初に小説にして映画化すれば、そういえば本当ね、両方話題になって良さそうだけど、なんで やらなかったんだっけね、今までね。僕が、良さそう、すごい。このやっぱ小説書くのがすごい時間かかりますからね。
でも今までほらセリフこういう風にして書きましたってやつを本になったことないんだもんね、うん、確かね。あんまりノベライズみたいのはね、うん、僕あんまり好きじゃなくて、よくドラマとかでノベライズするのあるんですよ、うん、で台本をもとに、うん、作家の方、脚本家の方が書く場合もあるけども、名前だけこう貸して、で別のライターさんがそれをこう小説化してありそうみたいのもね、うん、で例えば僕はそういうのやんないけど、古畑任三郎作みたいに後期ってなってて、でちっちゃくノベライズ誰誰みたいなのって僕嫌だから、うん、そういうのは全部お断りしてて、うん、まあ自分ができる時は自分で書いたりしたんですけど、うん、あんまりね時間ないし大変だからっていうんで、うん、僕はやんなかったんですけど、なんか区域列車だっけ、最近賞を取った小説が西村健太さんのかな、映画化されたんだけど、やっぱ本人書いたご本人はうーんみたいなのもあるらしいですけど、みたいなの場合だとあれだね、原作者ですからね、自分が原作して自分でここまでよくやってくれたっていうこと、すごいよね、原作者としては、うん、あんまりないと思います、原作者が自分で映画撮るって。そうです ね、うん、いや日本で初めてかもしれない、初めてじゃないと思う、誰がいる、誰がいや分かんないけど、だって小説として一回出してだよ、うん、それで映画監督もしてっていう人っているか、いやいるんじゃないですか、いるか、うん、あと、まあ、映画監督さんが小説書いたっていうケースもあるかもしれないしね、あんまりそれはちょっと言えない、聞かないけどね、うんうん、自分の本が、うん、本屋さんに並ぶのってどうですか。あ、嬉しい、嬉しいよね、本屋さんってなんであんなに嬉しいんだろうね、すごい嬉しい、ありがとう本屋さんって感じがする。この間は私も自分の本を探して、うん、なかったなと思って帰って、うん、でもまた別の日に行ったらあったから、うん、あれ店員さん私のことを気にしてんじゃないかって思っちゃった。でもそんな気がする。僕もうちの近所の本屋さんで僕の本がいっぱい置いてあるんですけど、うん、全然売れてない感じもあってね、買いなさいよ自分で買うのあと なんか青山のあたり の好きな本屋さんがあるんだけど、そこ行ったらさ、糸井さんの本がすごいコーナーになってるの、うんうん、やっぱ糸井さんが青山にいて、うん、ちょこちょこね、うん、顔出してるうちに、うん、置いときますかってことなのかななんて思ったんですけどそのくらいでも本屋さんって割と個人的なね、まあ、そうなんですよね、あれがあるんだよね、本屋さんの主が自分で選ぶんですもんね、うん、本をね、そうそうそう、主がってのすごい方ですけどYes, very strange synonym for preferences. Well, while we're waiting for the Guinness World Records to decide whether Mr. Mitani is the world's first movie director to publish a novel, let's go back to the earlier subject of chonmage, wigs, and bald spots. Actually, Mr. Mitani was correct as usual. Kurosawa Akira was very proud to be historically accurate in his period costuming, and by all accounts, he was very strict.